夫だ。俺たちが悪い奴を倒して兄ちゃんを助ける。200年以上かかって鬼にできたのはユシロウただ一人ですから。いいか、俺はもうすぐ死ぬ。次の仕事でだ。俺はな、ものすごく弱いんだぜ。なめるなよ。俺が結婚できるまでお前は俺を守れよな。ロクタを寝かしつけてたんだ。大騒ぎするから。お父さんが死んじゃって寂しいのよね。みんなお兄ちゃんにくっついて回るようになった。部屋がぐるぐる回ったぞ。面白いぜ、面白いぜ。ちぎり裂くような切れ足が自慢なのさ。鬼殺隊虫柱胡蝶忍。私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。簡単な話だ。傷口に鬼の血を浴びたから鬼になった。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。惨めったらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない。うむ、これからこの少年の裁判を行うと。なるほど。鬼をかばうなど明らかな対立違反、我らのみで対処可能。鬼もろとも斬首する。心より尊敬する親方様であるが理解できないお考えだ。全力で反対する。こんな可愛い子を殺してしまうなんて胸が痛むわ、苦しいわ。でも疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。私は全て親方様の望むまま従います。なんだっけあの雲の形、なんて言うんだっけ。僕はどちらでもすぐに忘れるので。ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血しぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも食わない。俺も派手に反対する。鬼を連れた鬼殺隊員など認められない。拘束もしてない様に俺は頭痛がしてくるんだが、胡蝶目の話によると対立違反は富岡も同じだろう。どう処分する、どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろうか。なんとか言ったらどうだ富岡。一体全体どういうつもりだ。親方様におかれましてもご創建で何よりです。ますますのご多幸を切にお祈り申し上げます。中合会議の前にこの竈門炭治郎なる鬼を連れた大使についてご説明いただきたく存じますが、よろしいでしょうか。ああ、なんというみすぼらしい子供だ。かわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだ。ああ鬼に取り憑かれているのだ。早くこの哀れな子供を殺して解き放ってあげよう。たとえ親方様の願いであっても私は承知しかねる。考える必要はない。言われた通りに鬼を切るだけ。そう、怪我人は皆うちへ。付近の鬼は私が狩るから安心して作業して。師範の指示に従っただけなので、お礼を言われる筋合いはないから。刀だよ刀、今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀、やってみろよ。数字を剥奪する、それがお前の限界なのだ。大丈夫かい。見ちゃいけないよレイさん、危険だ。向こうへ行こう。私の血を大量に与え続けるとどうなると思う。腹立たしい。小生の家で騒ぐ虫ども、虫め、消えろ、死ね。あれさえ食えば。こ
子供だ。舌触りが良さそうだ。食ってみねえと分かんねえだろ。お前のナーゼを耳からジェルリと吸ってやるぞ。男がわめくな、見苦しい。どんな苦しみにも黙って耐えろ。お前が男なら、そんなものは男ではない。大丈夫？私たち鱗滝さんが大好きなんだ。子供たちは他にもまだいるんだよ。いつも炭治郎を見てるよ。名乗っていませんでしたね。私は玉代と申します。その子は湯城。仲良くしてやってくださいね。普通の鬼よりかなり楽かと思います。お前を連れてくるようにあの方に言われたんでな。鬼じゃないかその女は。しかも仕込めだ。鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。見える、見えるぞ足跡が。これじゃこれじゃ。それはもう残酷に殺してやろうぞ。ヤハバの言う通りじゃ。私のマリのおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。たくさん遊べるしの。炭治郎、お前はすごい子だ。全ての修行を終えた祝いだ。遠慮せず食うといい。降りてこい。修行を続けるぞ。落ち着けて。お前には才能が。泣いていい、逃げてもいい。こんにちは、はじめまして。私は胡蝶かなえと言います。ああ、いいのかしら。ごめんなさいね。あらあら、大した才能もないのに剣士などなるからだ。だから死ぬんだ、くだらない。一番初めに生まれた呼吸、最強の見技。私の可愛い子供たち、おはよう。みんな、今日はとてもいい天気だね。空は青いのかな。顔ぶれが変わらずに半年に一度の中央会議を迎えられたこと、嬉しく思うよ。ご無事で何よりです。階級は10段階ございます。お話は済みましたか？おめでとうございます。まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。親方様のおなりです。こちらの手紙は元柱である鱗滝左近次様からいただいたものです。一部抜粋して読み上げます。炭治郎が鬼の妹と共にあることをどうかお許しください。隠しの方ですか？怪我人ですね。説明は何度もしましたでしょ。いい加減にしないと縛りますからね。いいえ、あの二人にはもう構う必要はありません。今日も炭治郎さんだけですか？大きくしていくみたいです。今花尾さんが破裂させているのは。いいえ、吹いて氷炭を破裂させていました。そうだね。あとはこの大きい氷炭だけですね。そうだね。あとは炭治郎さん大丈夫ですか？うん、おにぎり持って行ってあげようよ。そうです、頑張って。兄から。兄のことはすでに承知しておりますが、大丈夫だと思います。目を覚ましたらお酒を買いに出かけて行ったので。鬼狩り様でございますね。お召し物でございます。お食事でございます。ここは俺に任せて先に行け。誰が漏らしたこのクソイナシ。情けないところを見せたが、俺も鬼殺隊の剣士だ。ここは何とかする。怯えることはないぞ。毒が回りきって雲になったら知能もなくなる。チッ、毒を追加されて早く雲になりたいようだな。何なんだこいつは。俺の金具に死なせてな。
さあ、私の可愛いお人形たち、手足がもげるまで踊り狂ってね。あとは任せたわよ、お父さん。背負っている箱から女の子が。でも気配が鬼だわ。何見てるの？見せ物じゃないんだけど。仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。また来たな、俺の可愛いキツネが。キツネ小僧、今は明治何年だ。あいつがまだ鬼狩りをしていた頃だ。江戸時代、慶応の頃だった。俺は鋼塚というものだ。かまど炭治郎の刀を打ち持参した。ああ、お前格尺の子じゃねえか。こりゃ縁起がいいな。私は金森と申します。伊之助殿の刀を打たせていただきました。ぶっ殺してやる、そのつらぎ。わんよ、おら。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。そう、正しい呼吸ができるようになれば炭治郎もずっと参るよ。顔が真っ黒じゃないの。こっちにおいで。雪が降って危ないから行かなくてもいいんだよ。ありがとう。そりゃやるけどさ、一緒にやると思ったのにさ。なんだよ急に。私も行く。ついて行きたい。ちゃんとお手伝いするよ。今日も町に行くの？兄ちゃん、ほんと？竹にテルグラ。お兄ちゃん、置いていかないで。なんで助けてくれなかったの？無惨様だ。無惨様の声、わからなかった。鬼舞辻様、どうかどうかお慈悲を。申し訳ありません申し訳ございません。お姿も気配も異なっていらしたので。いいえ、思っていません。私はあなた様のために命を懸けて戦います。眠ってしまえば柱だろうが何だろうが赤子と同じ。ごちそうは鬼狩りどもを始末してからゆっくりいただくとしよう。本当気持ち悪いです。本当そんな通りです。天元様に言いつけてやります。ゆっくりの都合です。私あんまり戦えないですから。敵対しないでくださいね。ミミズオビトはうまいこと言うもんだ。私たちも加勢するから。あの子も鬼殺隊。なんであんなトンチンカンな格好してんの。すみません、天元様。先ほどの音が聞こえましたでしょう。鬼が暴れています。はい。醜い人間に生きてる価値ないんだから、仲良くみんなで死に腐れろ。何お前、ちゃごちゃごちゃごちゃうるさいわね。昔のことなんか覚えちゃいないわ。私は今鬼なんだから関係ないわよ。殺す気で切ったけどな。いいなお前、いいな。寝かましいな、寝かましいな。死んでくれねえかな。生きたまま生皮剥がれたり、腹をかっさばかれたり。俺の名はゲ